カワスズメオリオクロミーズモスアンビカスはカワスズメ科の淡水魚。アフリカ原産であるが食用として各地に移植され日本でも自然繁殖している場所がある。アフリカ大陸東南部を原産地とする淡水魚で30センチメートルがそれを超える大きさになる。繁殖ではオスは固定にくぼみを作ってメスを誘導しそこで産卵の後メスは卵を 高校内に保護、治療も高校内で保護する、いわゆるマウスブルーダーである。食用として、熱帯域各地に移植され、日本でも南西諸島や温泉地で自然繁殖している。生息環境は多岐にわたり、水質を抱くの進んだところや海水にも耐える。和名は、厨房編に合わせた。なおテラピアの名は、旧学名のティラピアモスアンビカによる。 英名もモザンビークテラピアである。同類で日本に移植されたものもあるが本種が最も一般的なので単にテラピアといえば普通は本種である。別名としてはより旧学名に沿った形のモザンビカテラピアもあり、またカワスズメも別名として知られる。宮下は標準和名としてテラピアをとっているが、川鍋、水野はモザンビークテラピアをとり、 テラピアは別名に扱っている。テラピアには、ティラピアの綴りも使われる。体は、左右から扁平で背びれは、前半がトゲ状、後方が難状を持ち、その間は滑らかに続き、尾ひれの後方は、丸っぽい。また、上ーのすぐ後方に、コブ状の隆起がある。背びれのトゲ状は16、難状は10から13、1列うるこ数は30。 頭長比2.8から3.1、対抗比2.5から2.8。大きさは3 0トル以になり、4 0トルに達する例もある。ただし性的に成熟するのは、熱帯域の浅い故障では、オスで7から1 3ンチメートル、メスで6から1 0トル程度。体色は単行褐色で、体の側面には8個ほどの暗色の横帯があるが、 これは明瞭なものも不明瞭なものもあり、またそれぞれの横帯の中央がやや太くなっているために、それらが繋がって重列の反紋に見える場合もある。また闘争や頭皮などの動きによっても退職は大きくまた素早く変化する。ホルマリン標本では反紋はより不明瞭になる。形態的にはオスの方がやや口が大きい。 繁殖期にはオスにより強く婚姻色が現れる。縄張りを持つオスは全身が黒くなり、頭部の覆面だけが白っぽく残る。また背びれ、尾びれの縁が赤みを帯びる。また闘争やその勝敗、産卵や保護などの際にもその色彩は瞬時に変化する。例えば誘導師の闘争では黒い色が濃いが、列位のオスは敗北して闘争が終了すると、 ほとんど批判食期の退職程度にまで色が薄くなる。原産地はアフリカの東南部地域でケニアの南部から南アフリカのナトアール地方にかけてザンベジガートリンポポ川の漁水系を中心とする河川域である。ただし食用として人為的に移植され、現在の分布域は蒸気以外のアフリカ、東南アジア、インド、台湾、それに日本が含まれる。 日本では、琉球列島では、一般の河川でも、また本土でも、温泉地などで自然繁殖している例がある。厨房編には、日本の分布として、以下の地名が挙げられている。主な生息域は、河川の下流域であるが、故障や川口域にも見られる。生息環境への耐性の幅が広く、例えば水温では、体感性が低くて、摂氏15度以下では死亡するものの、 17摂取35度の範囲では普通に生活ができる。また、塩分濃度への耐性もあり、若菜は海水の2倍の濃度でも生活可能である。このために、寄水域にも見られるし、南太平洋の干渉でも生活しているという。水質のおだくにも強く、むしろおだくがひどくて、他の魚が生息できないようなところにより、多く見られる。雑食性であり何でも食べる。 植物質の餌への依存度が高い。稚魚は種として、浮遊生物を小型の個体は、浮遊動物を大型個体は、浮遊植物や水草を食うが、それ以外に落下昆虫や定生動物、あるいは残飯まで何でも食べる。産卵期は水温が高くなる時期にあたる。水温が摂氏20度を超えると二次成長が明らかになり、 摂氏25度を超えると30から45日おきに産卵を繰り返すようになる。オスは、差で定に、計15から50センチメートル、深さ5から10センチメートルの円形の巣を作る。オスはこれを中心とした地域を縄張りとして防衛する。ここに、メスが接近した場合、オスはヒレを大きく広げて、側面孤児を行う。メスが逃げたり孤児を仕返す。 といったことがなかった場合、オスは巣へとメスを誘う。メスは巣の中心で体色を明るく変化させ、産卵を行う。産卵が終わると、メスはすぐに、それらの卵を、甲骨内に加え、オスが縫製したところの水を吸い込むことで、受精はメスの口の中で行われる。1回の産卵数は、全長8トルのメスで80個、1 1トルの メスで300であったとの記録がある。受精卵は洋なし型で長径が1.9から3.0ミリメートル。3から5日で孵化する。産卵から11から14日には、メスの口から泳ぎ出るようになる。ただし22日目くらいまでは、メスの周囲に止まり、危険が迫った場合には、メスの高校に逃げ込む。この種は、成長が早いことでも知られ、 一年で8 5 0ムにまで育つ。アフリカの標準的な成長は、全長が一年で8から1 5トル二年で12から2 6トル三年で14から3 2トル四年で17から3 5トルになり、11歳まで生きる例もある。マイナス3ヶ月ほど性的成熟に達する。日本にはこの類は3種導入されている。 沖縄で多いのは、本種ともう一種、ナイルティラピア王ナイロタクスがある。区別点としては、本種の尾びれが、角の丸まった三角で後端がほぼまっすぐであることに、対して、ナイルティラピアの尾びれは、より丸く、そこに縞模様が見られる点が挙げられる。もう一種、ジルティラピアティラピアジリーは、背びれ後方に黒板が出ることが多く、また背びれ前方部の棘は十四から十五と、 他の2種より少なめ、高校内保育はしない、食用として用いられる。ただし、日本では現在はほとんど利用されていない。味は悪くなく、紅焼き魚風に濃く味付けするとなかなか良いとの声も、東南アジアでは重要な食用魚であり、養殖も盛んであるという、日本には1954年に、 タイから台湾経由で220頭が持ち込まれたのが始まりとされる。沖縄では放流されたものがよく繁殖し、代表的なカワウオとなった。当初は釣って食べるものもあったヨシであるが、次第に汚いところに住む魚というイメージが強くなり、食用とされなくなった。他方で日本においては移入種として生態系を拡乱する危険が論じられ、 外来生物法の要注意外来生物リストにも取り上げられている。大型になる魚であり、繁殖期の縄張り行動では多種の魚も覆うことから、在来魚種への影響も大きいものと思われる。石垣島では繁殖の考えにくいような消化性にも見られ、これは塩分耐性があることから大雨などの増水で海に流された個体が創上することにより、 海を通じて分布域を拡大させている可能性がある。ありがとうございます。